はい、皆さんこんばんは。2時間限定で、練習します。よろしくお願いします。ですね、今回、書いてある文字読める、画面に映ってる文字、画面に映ってる文字読めますか。花火が、一発につき、ボディ殴り、30秒間ボディ殴られるのか、シャドウ3分かダッシュ1本か選べます。花火をしてくれた人、はい、よろしくお願いします。じゃあ練習しましょう。はい、ワドツー。みんなワドツー。よろしくお願いします。もう日付変わるから25プラスしないとな。25だから38発か。38発。よろしくお願いします。花火一発につき、ボディ30秒殴りか、シャドウ3分か、ダッシュ1本選べます。皆さんよろしくお願いします。全然 OK で、いつでも。風船ありがとう。ありがとう。花火ありがとうございます。じゃあ選んでください。どれがいいですか？選んでください。ありがとう。さあ皆さん、さつきちゃんありがとう、花火。さつきちゃん選んでください。ボディ、シャドウ、ダッシュ。ありがとう！
ありがとう。シャドウ、ありがとう。じゃあ3分お願いします。じゃあシャドウ行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。スタミナ切れてる。ありがとう。お疲れっす。なんかスタミナなくなってるわ。おかしい。お疲れっす。花火一発につき、30秒ボディー殴り、シャドウ3分、ダッシュ1本選べます。よろしくお願いします。やべえな。なんでこのスタミナ切れてんだろう。すげえ疲れる。なんだろう。スタミナなくなってんな、マジで。やべえな。もうちょっとあと水買ってきてもらえ。糖分が足りないのかな。
やべえな。マジでスタミナなくなってんな。なんだろう。やばい、ちょっと。俺の金だ、渡す。のんちゃんも好きなの、飲みな。お水。はあ、いや、ダッシュ一本って結構きついから。ダッシュ1本結構きつい。まあ30秒ボディ殴り、シャドウ3分、ダッシュ1本好きなの選んでください。好きなの選んでください。初見さんいらっしゃい、ママさん。もしよかったらフォローしてください。じゃあ花火待ってまーす。あー、きつい。ありがとう。自分のはない、いらない。いらない。いや、走り込みやってるよ。走り込みやってるよ。おじい？あ、どこでもいいよ。フォローありがとう。多分減量のせいだと思う。急激に体重を落としてるから、腹引っ込んだでしょ。2週間で多分7キロぐらい落ちてるはずなんだよ。多分これが原因だと思う。糖分一切取ってないから。まあ、もうちょい体重落とします。わかんない。原因わかんねえわ。いや、炭水化物だけ食べてない。糖分と炭水化物を取ってない。オレンジジュースは飲んでるけど。スタミナが異常に切れるの早い。なんでだろう。原因わかんねえわ。運動量増えてるはずなのに。アミノサプリ飲めばよかったね。いや、飲んでる飲んでる、毎日。そうだね。さすが走り込みだな。水分は取ってるね。練習の時とか2リッターとか。やっぱ急激に痩せたからかな。塩分は？塩分も取ってるよ。食事から。なんだろう。異常なスタミナで起こすんだよな。よくわかんねえわ、自分でも。おかしい。体が。一本で息上がりすぎ。痩せたでしょ、でも、正義の味方。痩せたのは痩せたでしょ、絶対痩せるはずなんだよ。あ、マウスピース。マウスピースつけてるから。てるよ、お疲れ。時計超羨ましいわ。マウスピース入、マウスピース入ってるよ。なんだろうね。
筋力も上がってるはずなんだけど。うん。いや、羨ましいわ。ガガミラノじゃん。あれ結構いいやつだぜ。10万以上するよ。多分17万ぐらいするんじゃないの。5月は心臓に負担くる。そういうのあんの？何なんだろうな、このスタミナ切れ。ルール説明します。花火一発につき、30秒ボディ殴りか、シャドウ3分かダッシュ1本選べます。ご支援よろしくお願いします。減量中でーす。いって。パンチドロッカーだと思った。こいつパンチもらいすぎだろうって。前回。ロレツ回ってないぞ、あと。怪しい。いや、じゃあ、この前の練習でパンチもらいすぎだと思ったんでしょ。マウスピース高いんだよ。歯医者作ると2万ぐらいかかるから。なんだろう、この息切れ。はい、ワード2。高瀬さんいらっしゃい。気圧？何気圧って？低気圧とか。ああ。いや、前よりなくなってるんだよね。トレーニングしてるのにどんどん体力なくなってんの。胸肉とヒロステーキ。いや、肉ばっか食ってるよ。炭水化物食えないから。でも動きが増えてるから、なんかそう感じるんじゃない？かな。手数が多くなってんのかな。何なんだろう。いやでもね、体の調子が悪いんだよ。すこぶる。自分で動いてて、息の切れ方がおかしいっていうのあるんだよね。何だろう。マジで謎なんだけど。不思議だよな。青さんいらっしゃい。楽しんでいってください。なんでだろうね。原因がわかんない。モンスター飲んでない最近。だからオレンジジュースしか飲んでないよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。フォローよろしくお願いします。なんでなんだろうな。おい、たくみさんはどつー。お疲れっすー。プロテインで下痢してない？してる。栄養取れてないのかな。俺ね、鼻で息できないんだよ。子供の頃から、慢性鼻炎で、最近、ここ1年ぐらい、なるべく意識するようになって、少しできるようになったけど、息上がってる時は無理。100名さんいらっしゃい。ありがとうございます。楽しんでいってください。ホエープロテインなんで。いや、もう無理だよ。お金ないもん。今あるの飲み続けるよ、全部。ホエープロテインはさ、ミルクのプロテインだからさ。乳製でしょ？そう。俺でも牛乳とかで下痢すんだよ。だから合わないんだ。ホエーじゃないよ、俺が飲んでんの。大豆だよ。45里過ぎ。しこってるな。しこってるな。今日雨降ってないよ。降りそうだよね、でも。でも、ここは機材濡れないから大丈夫。機材濡れないから。傘になってるから。俺が濡れるだけだから大丈夫だよ。油分はスタミナなくなるからチップス系？チップス系どころじゃないよ。炭水化物取ってない。一切取ってない。糖質はオレンジジュースだけ。
分かって、お泣きにするよ。セックスはいいよね。オスになれって言ってたもんね。いやー、多分ね、炭水化物抜いてんのが絶対原因だと思うんだよね。低血糖だと思う。完全な。頭も回んないんだよね。玉ねぎと山芋とかも食えない根菜だから。禁欲しないとダメ。フェラはいいんでしょ。手こぎは？なんでここでサッカー始めたんだろう。誰もいなかったのに。誰もいないからここ選んだのに。デンプシーロール使えるよ俺。花火一発でデンプシーロール30秒やるよ。デンプシーロール使えるよ俺。30秒デンプシーやったら相当だけどね。うん。多分15秒ぐらいしか持たないと思う、デンプシーは。デンプシー使えるよ。ガゼルパンチはできないけどね、リバーブロート。ガゼルパンチの方が難しいと思う。デンプシーロールってそんな難しくないよ。猫パンチは得意ですよ。僕の必殺パンチですね。隠し技っす。じゃあ隠れメニュー。花火一発で30秒デンプシーも入れようか。それ、グラップラー暴き第1巻っていうか第1話でしょ。ガゼルパンチはね、結構、あれは足のバネがないと無理だと思うよ。ガゼルからの追い込みでデンプシーがかっこいいんだよ。リバーブロー、ガゼルパンチ、デンプシーのあの流れ好きなんだけど。あ、やっほー、山ちゃんいらっしゃい。縄跳びあれダメだった。軽すぎて回らない。あれダメ。あ、しんさんどうも。お疲れっす。今、体力作りの企画やってます。トレーニングやってます。よろしくお願いします。縦フックみたいなの何でしたっけ？アッパー？縦フック？あー、スマッシュ。仙道が使う技？スマッシュ。フックとアッパーの中間のブロー。スマッシュもね、下半身強くないと打てないよね、あれは。縦フックってなんだろう、アッパーかな。
ちょっと花火上がるの待ってるわ。ほんと花火上がったら教えて。花火上がったら教えてね。はい。いや、体温めとくよ。体温めとか、体温めとく。
いてきたな。すげえクラクラするな。ほら。あ、全然いいよ、ゴンタ。ありがとう。読んだ読んだ。ヤムさん読んだよ。読んだよ。花火一発で、30秒ボディ殴られ、シャドウ3分か、ダッシュ1本、どれか選んでいただけます。2時間限定でやりまーす。よろしくお願いしまーす。今日カラオケ配信したがひどかった。うん。練習したいっすね、一緒に。足痛いっすね。左足が、辰彦さんに蹴られたのが、すねがちょっと痛いぐらいっすね。小指ももうくっついてきた。骨折したやつ。あと右すねももう大丈夫だね。いい感じです。人気ヘルパーこんばんは。楽しんでって、花火一発で、ボディを30秒殴られるか、シャドウ3分かダッシュ1本やります。よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フックアッパー。スリー目がフックアッパーか。ハートありがとうございます。ハートありがとう。ハートありがとう。おう、ゆきちじゃん。ハートありがとう。ハートありがとう。
風船ありがとう。スタミナ取り戻したいね。スタミナ取り戻したいですね。膝ありっすよ。ありあり。肘もありだよ。ローコンバット見てるよ。ふんでしょ。ふんでしょ。あれ面白いよね。ふん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 。バコーンって。ふんって。バーンって。あれ面白いよね。ローコンバットを。俺結構見てるよ。あれめちゃめちゃ面白い。ふんふんふん。あれは面白いよね。なんか笑えるんだよ。あいつが強えだけなんじゃねえかっていう。ローコンバットは結構ハマった。あれ、違うよ。あいつが強すぎるだけだと思うよ、俺。あいつが極端に強いんだよ、あの、創業者が。めちゃめちゃ面白いよね、あれ。必ず、ふんっつって。かなりやつだね。減量中、2週間でかなり絞ったよ。ピッピーいらっしゃい。かなり絞ったね。読んでる読んでるよ、うん、読んでるよ、うん、お疲れっすーちーさん、お疲れ様でーす。楽しんでて、今ハードなトレーニング中でーす。やばいね、一番練習してんじゃない俺。練習中でーす。うん。結構痩せた。結構痩せた。そうだね。やっぱ上下に散らすの基本だよね。俺もそう思う。うん。花火上がったらやります。シャドウ3分。ダッシュ1本、ボディ殴り。花火上げた人がこの3つの中から選べるんで。よろしくお願いします。3分ガチでやりますよ。花火1本でシャドウ3分か、
30秒ボディ殴りかダッシュ1本やります。マシバじゃん、マシバ。宮田にかましたやつでしょ、それ。新人トーナメントで。お、ワンちゃん来た。え、何してんの。え、いい子だね。はい、先生、先生、先生。いつも見ました。おいでって言ってるよ。こっち来ちゃって。いいからね。そうだよ、いいからね。よしね、お散歩してるの。いいからね。はい、お散歩いいからね。可愛いですね。いいからね。いいか。ほんと動物に好かれてるね。おいで。こんにちは。いいことね。ああ。おー、遊ぶ一緒に。お散歩中なの。急に怒った。怒ってないですか、これ。嬉しいの、嬉しいの、嬉しすぎちゃったの。今のうな興奮なんですか。怒られたのかと思った。よかった。嬉しすぎちゃったの。嬉しすぎすぎるとそういう声するんだ。嬉しすぎてもそっか。よかった。うらも喜んじゃった。プリプリ、いいことね。プルプルしてる。ありがとう。大丈夫だよ。これ行くよ。またね。またね。とんでもないでーす。ワンツーすんなよって何？ワンちゃんに死ねえよ。そんな下道なことやんねえわ。顔舐めるのは何なの？チュキチュキ。チュキチュキすんの。顔やたら舐められんだよね、俺。髪の色なかなか落ちないね、これ。しっかり入ってる。しっかり入ってる。うまいな。赤は取れにくい。あ、そうなんだ。入りやすい。入りやすいのか。でもあれだよ、白まで抜かなかったよ。金髪ぐらいだよ。ちょっと抜けたぐらいだ。オレンジの。若干オレンジっぽくな。でも赤だよね、見た感じ。赤気に入った。歯がいるな。動かない。刺されちゃう。でもほら、俺があんまりシャドウしすぎるとハエが死んじゃうから。地球上から蚊がいなくなるから、ハエとかが。シュッシュッってこと。そう。そう。地球のパワーバランス崩れるから。やめとくよ。あんまりシャドウしすぎるとやばいから。地球上から蚊がいなくなるから。花火ありがとう。ノンザンボディ行きました。30秒。本気で打って。30秒本気で。俺が押すよ、タイム。これは30秒。
ありがとう。花火ありがとうね。すげえこれ。3分じゃねえかよ。30秒何して。どうやって止めるのこれ。適当にそんなパチパチそう。ちょっと停止して。どうすればいいの。どうすればいいのこれ。どれが30秒なの？はい、どこなの？これ3分だよ。1って言うのよ、下？1、田畑1。田畑1。じゃあ、ここ3回だ。3回だ。これ？これ？田畑1っていうのが3回になってる。何分だよ。うまい！マジ？田畑1って何？くっそうまい。何これ、よくわかんない。あ、ちょ、あ、何、何、あ、ちょっとその緑で進めてみて。あれ、3分になっちゃう。戻せる。30秒ボディに殴られます。思ってたよりきついな、これ。痛え。これ、きついな。きつい、痛え、マジで。きつい、マジで。マジで痛え。マジで痛え。聞くんだけど。これ、10発ぐらい、10ラウンドぐらいやれた、俺。腹筋崩壊するぞ。いっちゃえ、マジで。マジか。全部ボディストレートなんだけど、溝落ちに。全部ストレート。こいつ、本当に全部同じところなんだけど。マジか、言ってえ、マジで。フックとかやってくるかと思ったら、全部ここなの。全部ここなの。なんで急所全部なんだよ。もっと他やってくるかと思ったわ、いろんなの。楽しい。ストレス発散になる。ちょっとそこでやって。いい方だって言われてる。もうちょい前。もうちょっとだけ前。のんちゃん前。その辺。こいつ。こいつは、張り切ってやがる。いってえ、マジで。きつい。
蔵寺だけだからね。やなんだけどこれ。マジで痛いかんね、結構。痛い。もう一回同じボディだって。くっそ。花火ありがとう、ときめさん。俺がやるよ。じゃあ30秒間行きます。ロープつけて最初からできるから。行くよ。休憩になってるよ。いいの。待って。パンチ力あんだよ。なんで同じところなんだよ。ほか、いってーマジ。腹筋が一番薄いところ狙ってきやがる、こいつ。ああ、きつい、いってーマジで。マジで吐くぞこれ。誰だ匿名で投げたやつ。本当に他のメニューやろう。他のメニュー。ボディもう無理。きつすぎる。ああマジで倒れるよこれ。死んじゃうよ本当に。あーきっつ。花火ありがとうございます。のんたフックも。あれまた。うん、のんただって大丈夫。大丈夫、行くよ。 OK、 そこに立ってて。あーもうやだ。他のところ、他のところにしてお願い。同じ箇所無理。では、30秒使ってる。何？吐いた汗って。30秒になってる。絶対吐いたでしょ。別のとこをね。ちょっと待って。はい。胸じゃない。胸は意味ない。ボディじゃ。死んじゃうよ。痛い。
はぁ、あ。他のメニュー入れてこう。死んじゃう、マジで。はあ、いや、もう始めないで。はあはあ、マジでゲロ吐く。いや、マジでゲロ吐く、これ。他のにしよう。シャドウとかダッシュとかにしようよ。シャドウとかダッシュにしよう。ワンツー。いって、腹筋。なんで胸殴んの？なんでこいつ胸とか脇とか殴ってくんだろう。コメントモザイクって何？あいつです。でもそこに当たる可能性はあるじゃん。まあね。いや、聞かないよ、胸とか。痛い。ああ。他のメニューにしよう。あずれちゃこみんずさんいらっしゃい。生放送だよ。生放送、まだよ。腹毛がなかったら死んでたね。クッションがなかったら。今、花火何発上がった？合計4発ね。3つ減らします。ありがとうございます。あと4発。きつい。34回ボディ殴られたら死ぬぞ、俺。すごいね。モンタンが30秒ボディ殴るか、俺がシャドウ3分やるか、ダッシュ1本か。なあさんこんばんは。ああ、ベンドさんが流したいって言ったから、許可ちょうだいって言って URL 送ったの。YouTube にアップしてあるから。あ、ゆうこさんいらっしゃい。お疲れ様でーす。すいません、これ。ボディってきついんだな。もうなんだよ。休憩しよう。花火ありがとう。花火ありがとうございます。本当にありがとう。あの、別のメニューもあるんで、別のメニューもお願いします。お願いします。人間マーク。人間マーク？のんたん、47歳。ありがとうございます。他のメニューもあるんで、
ボディ、もう勘弁してもらっていいですか。ボディやめよう、マジで。ボディやめよう。ダッシュしよう。はい、って。俺31歳。高橋由伸さんいらっしゃい。マジで別のメニュー、別のメニューでお願いします。ボディきついって、本当に。マジで女だから聞かないと思ってたけど、こいつ、溝落ちピンポイントで狙ってくんだよ。結構体重乗せて。ま、いった。もういいでしょ。ダッシュかシャドウにしようよ。きつこれ。花火ありがとう。俺今日死ぬんじゃねえの、マジで。ありがとうございます。スピース洗ってくる。あの、シャドウに、リバーブローしっかり打ってきたからね。え、リバーブローは、え？左？違う、リバーブローじゃない、右が痛い。右って何？もう他、肝臓がリバーでしょ。リバーブローって左のはずなの。左はこっちでしょ？ここが痛いの、のんちゃんの。顔はダメ。ボディが課題だから、ボディ20日間やりなさいって言われた、会長に。死ぬぜ、これ。フォローありがとう。フォローありがとう。いやいやいや、ダッシュにしよう。
ダッシュかシャドウにしよう。本当に、10本ぐらいでいいって言われたから、もう何本やってるボディ。はい、ボディもう5本やってるから。フォローありがとう。拳痛くない？大丈夫？振りじゃないよ。なんだよこいつ。いや、もう5本で限界なんだけど。のんちゃん蹴りも重たいよ、結構。身体能力高いんだよ、すげえ、なんか知んないけど。今日終わりにしていいっすか？今日終わりでいい？もう。もう帰らない。無理。あ、休憩。休憩しよう。桃蹴り？桃蹴り？桃蹴りも入れる？桃蹴り30秒？足ぶっ壊れるよ。のんちゃんの足が持たないよ。ボディ。音が怖いもん。あの音が怖い。ボディだけにしよう。休憩します。だんだん硬くなってくんだって。で、20日で出来上がるんだって。20日ぐらいで。そうだね、だいたい20日で出来上がるんだって。俺20日間もこの地獄に耐えないといけないの。30秒長くない？20秒ぐらいでいいんじゃないの。あい、休憩多すぎじゃなくて、花火一発上がるたびに30秒ボディ殴りかシャドウ3分かダッシュ1本やる、どれか選べるっていう構成にしてる。なんで笑ってんのこいつ、怖えんだけど。めちゃめちゃ笑ってるわ、怖っ。すっげえ笑ってんだけど。何笑ってんのこいつ、ほんと怖えよ。めちゃめちゃ笑顔だわ。こんな笑顔見たことないわ。
帰ろ。無理。あばらがいかれる、こんなの。あばらってさ、筋肉あんの？ここって、あばらって。ないの？ないよね、あばらって。これ吸い終わったらでいいっすか？これ吸い終わったらでいい？なあさん。花火ありがとう。なんでボディなんだよ。これ吸い終わったらやります。マジで何発やんだよ。今月はちょっと悪い。まだ巻き返してないですね。まだっすね。目標。でも、だんだん良くなってきました。皆さんのおかげで。ああ、マジできつい。あ、こんばんは、さやさん。それ吸い終わったらやろう。なんでボディなんだよ。あ、やべえ、ぶっ壊れるぞ、マジで。拳、痛めないでよ。大丈夫？痛くない？折れるからね。俺のボディ硬いから。痛くなったら言ってよ。痛いでしょ？なんで笑ってんの？本当は痛いんでしょ？うん。怪我させられないから。大丈夫。大丈夫なのかよ。アイスさんいらっしゃい。16アンスだから。うるせえよ。今来た人手挙げでお願いします。あと31発か。長えな。今来た？アリさん。ムーニーマンのプーさんいらっしゃい。ピルちゃんこんばんは。花火一発につき、ボディ30秒殴りか、シャドウ3分か、ダッシュ1本やってます。今、花火一発でストップね、今。一回ごとだから。花火連続はなしです。一回ごとです。じゃあ行こう。俺はオッケー。ゆっくりでいいよ。あ、ヒカルくんか。ヒカルくんか。ヒカルくんか。その場ではやります。
お疲れ。30秒以上やったら死ぬ。30秒でも長い。持たないよ、こんなの。死ぬわ。ハゾありがとう。相手はありがとう。もう無理。ボディはやめて、もう。30分でもいいから、ボディはやめて、ほんと吐く。マジで。ボディはもうやめよう。本当におかしくなる。ダッシュかシャドウにして、お願いだから。のんちゃんも拳痛いでしょ？え？拳痛いって。もうやめよ。シャドウかダッシュにします。こっから先は。二択で選んでください。もう拳痛くて殴れないって。女の子だから。女の子だから。無理だよ。休憩取ります。大丈夫です。ありがとう、カメオ。そして、そのキャラクターは何なの？また変わったの？そのキャラクターは誰？今回は。いや、痛いって、もう。かわいそうだよ、女の子。女の子は拳使えなくなったら大変だよ。彼女は捨て頃出ないんだから。かわいそうじゃん。ね。あ、マウスピースつけてる。マウスピースつけてます。いや、ニコチン取るよ。顎外れてない、大丈夫だよ。定期やめてください。いや、もう無理だって。年だって、年年だって。
やめよ、もう。いや、花火一発につき、ね、シャドウ3分かダッシュ1本選べる感じでトレーニングやってます。アデさん。よろしくお願いします。花火一発上がったら、シャドウ3分かダッシュ1本選べる感じです。よろしくお願いします。お疲れっす、東北ゴリラさん。お疲れ様でーす。いや、だって、30発だよ。30発分シャドウって30ラウンドだよ。30ラウンドだよ。ボディはね、なんかなしな空気ですね、今。なんか、女の子の拳壊すのは良くないっていう風潮が出てます。30ラウンドだよ。そんなファイター見たことある？ 31 ラウンドシャドウだよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。もしよかったら、フォローお願いします。いやー、減量きついっすよ。きついっすよ。きついよ。試合頑張ります。ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。晩ご飯はマックのチキンナゲットとそば。すごい食べ合わせだよね。あとプロテイン。フォローありがとう。フォローありがとう。胸毛です。胸毛です。ゲロったんじゃなくてマウスピースが外れた。フォローありがとう。水分取ってますよ。もうペットボトル2本目。でもね、飲めば飲むほど水っぱらになるからきつくなる。水落ち狙ってくるからなんか知んないけど。俺沖縄の血半分入ってるよ。なんで気づいた？母親が、母方が沖縄。なんで分かったの、さやちゃん。フォロバーしないっす。うん。フォローありがとう。タバコ吸おう。濃い？そう？そうかな？初めて言われたよ。ああ、大阪先輩はどつでーす。お疲れっす。この前ありがとうございました。この前、スパーリングのリング借りてくれた大阪先輩なんですよ。ありがとうございます、本当に。半分大きな、俺は。いや、年取ってくると濃くなるんだろうね。うん、あ、全然謝んないでください。気にしないで。ねえ、本当にいい環境提供してくれたよね。いい配信だったよね。
睡眠時間24時間です。寒くない？大丈夫？いや、花火終わるまで。もう稼がないと、やばいもん。おう、野間犬さん、風船ありがとう。花火終わるまでやるよ。最近稼げてないから、今月やばいもん。家賃払っていかないといけないし、旅資金も作っていかないといけないし。まあ、雑談やりながらまったりやるよ。強くなんのかな、これで。なんかやればやるほど弱くなってる気がするんだけど。痩せてるだけな気がする。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。どっから来たの？地獄の減量っていうタイトルなのに、減量じゃねえかんな、これ。あー、ノータクさんどうもです。お疲れ様です。こちらこそ、ありがとうございました。トレーニング配信やってます。花火一発でボディ30秒殴りかシャドウ3分かダッシュ1本やってます。あ、ありがとうございます。助かります。ボディめちゃめちゃ痛いっすね。あ、テキやめてください。これマジで腹筋おかしくなるぞ。本当に。あばらひび入る。こんなに痛いと思わなかったわ、ボディが。痛いっつうか苦しい。本当に。こんなに辛いんだね、ボディって。おっす。口
宅マンションいらっしゃい。おすおす。あ、了解でーす。いや、ガード、だだ下がりだよ、俺。ボンさんいらっしゃい、初見さん。もしよかったらフォローしてください。今、企画をやってます。花火一発につき、シャドウ3分かダッシュ1本選べます。花火してくれた人が選べます。よろしくお願いします。企画中です。シャドウ3分か、ダッシュ1本。おー、ロハコさんこんばんは。この前ありがとね。電波なくて残念だったよ。うん。ありがとね、ロハコさん。今企画中です。花火してくれた人は、シャドウ3分かダッシュ1本見れます。繋がってるのかな？超痛いよ。痛いっつうか苦しいもん。吐きそうになる。逆流してくんの。横隔膜が上がってくんの。いいのが入ると。また行きたいね。また行こう、ロハコさん。また行こう。つれー。今度はね、電波あるところ行こう。やっぱ生放送できないと面白くないもんね。ここ探検できる。ねえ、ひる、ね、バラバラ死体が。へえ。まだ犯人見つかってない。マジで。怖。ゴミ箱にね、バラバラになってね、うん、いろんなゴミ箱に捨てた。へえ、バカだよね、こんなところに捨てるなんて。でも見つかってない。見せしめかな。でも東京とかでさ、バラバラ死体多いのって普通にゴミ出すところがないかららしいよね。埋められない、埋められないとか場所がないからっていうよね。怖っ。初見さんいらっしゃい。マヨタムさん。楽しんでいってください。ワドです。よろしく。もしよかったらフォローしてね。はぁ、頭回んねえ、当分。これ明日も痛えぞ、多分。おぉ、久しぶりだね、サブさん。ワード2。楽しんでて。わかんない。わかんない、暗くて。明日じゃん、なるとしても。みーこさん、多分明日とかだと思うよ。筋肉痛になれば効いてなって。多分なると思う、この痛みは。フォローありがとう。またグローブが響くんだよ。
ボーンって響くんだよね。フォローありがとう。これからもよろしくね。おお、ブルーさん。いらっしゃい、久しぶり、こんばんは。よろしく。練習中というか、企画っていうか。花火一発上がるたびに、シャドーボクシング3分かダッシュ1本選んで、やってる感じですね。花火上げた人が選べるっていう感じで。シャドーボクシング3分か、走り込みのダッシュ1本です。まあ練習っすね。いいっすよ。構え良くなってるし構え良くなってない？前より、うまくなって家でやってたろ。これ家で練習してたパターンだな。前より構え良くなってる。おお、あやちゃんいらっしゃい。楽しんでって。練習中でーす。花火一発上がるとシャドウ3分かダッシュ1本選べるんで、リクエストしてください。よろしくです。ひみちゃんこんばんは。楽しんでて。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。なっちゃん、初見さんフォローありがとう。あ、フォローしてください、ぜひ。今、走り込んでるな、今度は。今、企画やってまーす。荒野がそっち行く？いや、いい。来なくていい。来なくていいです。結構です。いや、いい。今、練習中だから、俺。花火一発で、シャドウ3分かダッシュ1本か、ボディの方を選べます。ならないよ。練習中だもん。絶対来んなよ。今、トレーニング中よ、俺。トレーニング中です。花火一発につき、どれか選べる形でやってます。フォローありがとう。
カズミチって呼ぶなよ。いや、マジでぶっ飛ばすよ、本当にあいつ。なっちゃんフォローありがとう。頑張ります。あいつほんと態度でけえよな。マジで迷惑なんだけど。俺もう荒野と絡みたくねえもん。あいつと絡んでメリットねえもん、俺。荒らすだけじゃん。俺、次見たらぶっ飛ばしちゃうかもしんないもん。やだよ。いや、マジで、本当に腹立つから、あいつ。非常識にも程あるから。無理。多分次顔見たらぶん殴っちゃう。また酒飲んでんだろう、どうせ。いいよ。会いたくねえって言っといて。違法だから薬飲んで酒飲むやつ違法だ。そうなん？そう。なんとか法ができた。へえ、薬飲んで酒飲んじゃいけないんだ。あ、応援ありがとうございます、スマトラトラさん、ありがとう。いや、マジで練習中だからやめろって怒って。うん、真剣に練習してるから邪魔すんなって言っといて。ヒカルくんも一緒なのかな。マジで切れそう。来たらぶっ飛ばしちゃうもん俺。冗談抜きでやめてって言っといて。薬とお酒は絶対ダメだよ。うん、ありがとう、ゆうさん、ありがとう。ヒカルくん帰ったんだ。今トレーニング中なんで勘弁してください。ルナカさんこんばんは。もうあいつ見たらぶっ飛ばしちゃうもん俺。腹筋痛え、マジで。喜ぶタイプっていうか非常識だよ。追い込みっていうか花火一発で、シャドウ3分かダッシュ1本かボディ殴り30秒のリスナーさんが選べるっていう企画とトレーニング兼ね備えてやってますね。あ、こんばんは。北斗天に輝くさん、こんばんは。ファンディーナ吉幸さん、こんばんは。うん。まあ、リスナーさんに花火投げてくれた人が選べるっていう、その花火した人が選べるっていう企画やってる。ヒカルのリスナーのやつはキャスパイク。シャドーボクシングか、シャドウ3分か、ダッシュ1本か、ボディ30秒間、ボディ殴るっていうのを選んでもらってます。完全に付き上がってるよね。プリンプリンいらっしゃい。ダッシュ1本どれくらいやろうか。結構長めにやろうと思うよ。まあまあ、企画、配信だからさ、企画にした方が面白いじゃん。ファーストさんいらっしゃい。減量中で2週間で結構がっつり落としましたね。多分5キロぐらい。シャドウ3分か、ダッシュ1本。30秒ボディ殴りの中から選んでもらってます。よろしくお願いします。花火上げた人が選べる感じね。花火師さんだけが選べる権利があります。いや、荒野いらない。どれくらいの距離かな、ダッシュ。ちょっと見てみようか。ダッシュはね、ダッシュは、向こうの方から、向こうの方からかけ、どれくらいだろう。え？なんで荒野の配信が、荒野の配信が、なんだよ。すいません。向こうの方から駆け抜けてきます。見えてる？見えてたら手挙げて。見えてる？向こうの方から全力でダッシュしてきます、一本。
シャドウは3分ね。あ、手挙げてくれてありがとう。まあ、そんな感じの企画中です。あと31本なんで。台本僕やらないっすよ。うん。ありがとう。まあ、花火な、一本投げて、どれか選んでください。ご支援よろしくお願いします。まあ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 。でも結構投げてくれて、もう、俺は、ちょっと休憩したいって感じ。もうずっとボディ殴られてるから。あの、ボディ殴る担当ですね。プロボクサーズ。今日何発上がってんだろう。あ、プロボクサーズですね。ファイティングのりおです。今日は、あの、プロボクサー、世界3階級制覇のファイティングのりおさんに来てもらいました。はい。みんなご存知だと思いますけど、もう現役から離れてだいぶ経つんですけど、ファイティングのりおさんは、はい、ファイティングのりおさんのボディ30秒ずっと殴られてます。いや、男性ですよ。プロもう3階級制覇したファイティングのりおさんです。いや、マジやばいよ。ずっと殴られてるからね、ファイティングのりおさんに。死にそうだよ、俺。まあまあ、今日はね、急遽お招きしたんで。ファイティングのりおさんのボディ攻撃をずっと受けてます、僕は。ファイティングのりおさんのボディは、ちょっと、もう見れないかもしれないですね。いや、もうずっと、もう休憩でいいよ、ずっと。ここで雑談でいいよ。ファイティングのりおさんはね、メキシコのチャンピオンなんで、メキシコ語で検索しないと出てこないですね。メキシカンタイプでしょ、どう見ても。このキレは。このキレはメキシカンでしょ、どう考えても。このフォームは。うん。まあ、もういいよ。勘弁してよ、もう。わからない。わからない人はわかんなくていいんだ。だから鍛えてんじゃん。だから鍛えてるんでしょ。素人を殴らせるって危険だからね。素人の方が危険だから。
いや、ドレさんコメントしてるっつうか、もう完全に調子乗ってるからね。うん、もう竹原になりきってるでしょ。うん、完全に調子乗ってるでしょ。うん、いいじゃん別に、セブンとか知らねえし。ドレハラさん、ドレハラさん、ドレハラさんおっかねえかんな。ドレハラさんがいじめるんだよ俺のこと。ドレハラコーチ、いいよ来なくて。来たら絶対ぶん殴るもん。本気だかんね、ドレハラさん。ドレハラさん鬼やよ。鬼やよ。鬼や。ドレハラさん鬼だよ、ほんとに。いや、ドレさんくらいって、ドレさん20年以上やってんだよ。25年格闘技やってんだよ。それを無理でしょ。あと1ヶ月で25年どうやってブランク埋めんだよ。ドレハラさん強すぎるんだよ。おっかないんだよ。すぐ暴力振るうから。ドレハラさんしないで。虐待っすよ、あれ。ドレハラさん超おっかねえよ。ドレハラさん。だ、努力、いいよ。もうめんどくさいよ。いいよ。ラオウみたいな体してっかんな。ラオウみたいな体で、竹刀持ってるかんね。うん、パワーハラスメントだよね。まあ、ドレさん勝つと思ってるけど、俺は。逆に、みやびさんすげえなと思ってる。すげえよ。うん、努力してるよ。みやびさん、俺と同じぐらいかな、身長。俺はね、テルチャンピンっていう人。ふわっちの配信者のテルチャンピンっていう人が対戦相手。でも練習してなくても俺より強いよ。いや、俺と同じぐらいだと思うよ。身長170ぐらいあると思うよ。わかんないけど。あった感じ。俺より小さかったかな。俺が170ジャストだから。花火上がんねえな。今日はもう花火上がんない感じかな。昨日からのアンチコメント、そうそう聞いてます。いや、フラグでしょ。もうドレハラさんでと、だってやりたいやりたいって自分が言ってたんじゃん。ワド、俺ファイトクラブみたいなのやりたいんだよつってニヤニヤしながら、自分がやって、自分がやりたいつって何がアンチコメント、その時自分であのキャラやってるんじゃん。そんな想定の範囲内でしょ。うん、俺にも恥かかせんのかよってやってたじゃん。うん、何がアンチコメだよ。自分で書いた台本でそうなるの分かってたでしょ。わ、俺は盛り上げたいしよって。あれ、ああいうのやってみたかったんだよ。つって。そんな、
そんなこと俺に言われてもな。いや、まあ、乗っかりますけど、みたいな。はい、別にいいっすよ、つって、しない持っても、つって。おらついてもいいっすよ、つって。キャラじゃないんだから、ドレさん。優しいんだから、別に。普通にやればいいのにさ。いやね、面白いじゃんね。もっとやればいいんだよ。でもね、ドレさん甘いのがね、俺にだけやるんだもん。ドレさんさ、ヒカルくんとかにやらないんだもん。キャラブレて、竹原だったら全員にやるじゃん。おい、舐めとんのか。わしのこと舐めとんのか。走れ。走らんか。リング上がれ。ってやるじゃん。全員に。俺だけにやんだもん、ドレさん。あれ完全にただのパワーハラスメントでしょ。うん。あれただのいじめの構造になってるからね。全員にやんないダメだよね。おい、ヒカル。おい。何や、その態度は。おい。リング上がらんかい。おい。わし倒してみ。ねえ。普通に怒られただけなんだよ、俺。うん。多分俺の方が、竹原できるよ。和戸原さんできるよ。何がアメリカ人じゃ。何がアメリカ人じゃ。ボクシングの本場か。おい、リング上がれ。弱いやつを徹底的にリング上げるから。いや、可愛がられてるよ、ドルさんには。捨て頃ってショーなんですね。ショーでしょ。ショーでしょ。大丈夫、トレーニングしてるから。待機姿めっちゃかっこいいな。待機姿めっちゃかっこいいな。待機してるわ。そろそろ花火一発お願いします、誰か。泣きの花火一発お願いします。そろそろ練習再開しましょう。下のメニューから選んでください。下のメニュー、ボディ殴り、シャドウ3分、ダッシュ1本、花火一発で全力でやります。本気でやります。ボディはもう限界来てるんで、できればシャドウかダッシュお願いします。お願いします。僕は今シャドウがやりたいですね。シャドウ3分やりたいです。シャドウを、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 シャドウ行こう。花火お願いしまーす。
リプ間違えた。あ、ピアノさんどうもです。ありがとうございます。嬉しいっす、そういうコメント。なかなかいただけないんで。ありがとう。頑張ります。ありがとう。絶対勝つから。絶対勝つから。ありがとう。この前はね、ちょっとだらしない姿見せちゃったから申し訳なかった、応援してくれてる人に対して。いろんな人が応援してくれてんのにさ、最後のラウンドはなかったわ。もっと強くなります。ありがとう、赤心の右腕さん。俺顔面打たれ強くないと思うけど。バスケいらっしゃい、ありがとう。頑張れよユッキー。アツシ、うん、ワンツーとローだけ磨けば勝てる。うん、ワンツーローがやっぱ一番いいコンビネーションだよね。バスケ久々だね、うん、勝ったら花火お願いします。ちょっと体流すか。ちょっと花火来るまでシャドウしてます。花火確認してて。花火ありがとうございます。花火ありがとう。花火ありがとう。誰？あ、3B プロダクションさんか。ありがとうございます。ボディ殴り、シャドウ、ダッシュ、どれか選んでください。 3B コプロダクションコーポレーションさん、久しぶりです。どれか選んでいただけますか？ボディかシャドウかダッシュ。ありがとうございます。ボディかシャドウかダッシュ。どれがいいかな？ありがとう。みんなはどれが見たいか書いて。みんなどれ見たい？みんなどれ見たいか書いて。みんなどれ見たい？どれが見たいですか？ボディ？どれ見たい？みんな。ボディ？ボディでいいですか？ 3B プロダクションさん。ボディ？ボディでいいの？花火した人が権限あるから。花火した人が権限あるから。ボディでいい？ボディだって。マジかよ！ふざけんなよ。ボディだって。じゃあ、ボディ行きます。30秒間ボディ殴られます。行きます。オッケー。マジか。落ちるでしょ。まあいいや。
ビありがとうございます。花火ありがとうございました。あと30発です。もうボディやめようよ。もうおかしくなるよ、ボディばっかり。いや、マジであいつパンチ重てんだよ。あー、いって。ボディばっかりなんだもん、今日。シャドウ一本でダッシュ一本もやってなくて、ボディ殴りばっかりなの。なんでボディなの、みんな。最悪だよ、ほんとに。ビンタはないです。フォローありがとう。フォローありがとうございます。ワンちゃん多いね。結構人通るんだね。うん。住宅街結構あっちに。ね。寒くなってきたから上着着よう。ちょっと冷えてきた。お刺身事件知らない。何それ、どんな事件なの知ってる？お刺身事件って。なんか虫がやるやつじゃないの、お刺身に。え、何それ。虫？何虫って。お腹に虫がさ、うん、お魚食べたらさ、うん、お腹に虫がさ、うん、入っちゃう。何それ、怖っ。最近新鮮な魚が出回
するようになって、うん、昔は冷凍だったから虫は死んでたんだけど、うん、なんか産地直送とかの新鮮なのを食べると、うん、その虫がお腹で、いい怖っ、すっごい痛いって、胃を食い荒らす、やば。試合まであと何日？ 6 月の10日ですね、試合は。あと、もう3週間ぐらい？あと3週間ぐらいですね、試合まで。で、品川のなんとかっていう人はね、お腹の中にね、10匹いたとか。やば。手術で取ったの？それ。なんかね、胃カメラで取る。怖っ。やばくない？それ。冷凍した方がいいんだよ。うん。うん、日本人は昔から、その、生物が好きなんだって。生で食べると新鮮でうまいっていう信仰があるんだって。でも本当は寿司とかって、寝かせないとダメなのいっぱいあるんだよ。例えば、エビとかもボイルした方が絶対うまいはずなのに、生で食う。だって生でエビ食ってもうまくないじゃん。甘エビとかわかるよ。だけど、その、普通のエビとかをさ、ボイルしないで出したりするじゃん。うん。気をつけるわ。そんないい魚食ってないから大丈夫だと思うけど。ね。だから俺、馬刺しってよくわかんないんだけど、なんで馬の肉を生で食いたいと思うんだろうね。美味しい。美味しい？肉は焼かないとダメなんだよね。肉は絶対焼いた方がうまいと思う。馬の肉のステーキとかないのかな？あると思うけど。あるかな？うん。うん、でも硬くなっちゃうんだよね。筋肉が多いから。はい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 。だから生の方が柔らかい。なるほどなるほど。のんちゃん意外と白色なんだよね。トリビアの泉だから。うん。のんちゃん賢なんだよ。メンヘラだけど賢い。頭いいんだよ。よく俺に解説をしてくれん。おー、ゴルゴいらっしゃい。ファイティングノリオさんと言います、今。メキシコのファイター、ファイティングノリオさんいらっしゃい。ハードパンチは強い。配信に映るの初めてじゃないのかな。なかなかね、ファイティングのりおさんのパンチ見れないっすよ。貴重映像ですよ。メキシカンスタイルですね。強いっすよ。フォームが綺麗になってんだよね。パリングの練習してみようかな。
ったんだよ。うん、目に入った。あ、目に入った。バーガーありがとうございます。バーガーありがとう。渋谷？今日渋谷いないよ俺。なんで？渋谷いないよ。渋谷で見た。こんな髪の色してるやついるか？他に。
つづのお母さんありがとう。二ヶ月ですね。二ヶ月です。パフェありがとう、しんさん。パフェありがとう。プロになる気なんかないよ、俺は。自分で書いてないよ、俺。どういうこと？いや、昨日うざれまくってたから。
ウスピース気持ち悪くなる。なんでだろう。胃がおかしい。殴られすぎ。ありがとう、トカゲのおっさん。ありがとう。グローブつけるか。もう一回殴ってくれる、うん、軽くでいいからスピードを乗せる感じで、うん、ストレートガンガンなのって。パンツ怖くなってる。あ、目つぶっちゃなんだろうこれ。やべえ、パンツ怖え。せんて俺ここに目つぶっちゃう。なんだろう、怖え。いや、あ、なんだろう、目つぶっちゃう。パンツ怖くなってる。なんだろうこれ。あれかぶってみれば、ヘッドギア。
テニスボール。パンツが怖え、今日。やばい、これ。今ぐらいのスピードでいいからポンポンとかじゃなくてロンちゃんが疲れないように。やべえな、これパリングはできなくなってる。なんだろう、怖え、なんでだ、目つぶっちゃう反射で。どうしよう、ね、なんでこんなんなかったのに。
カンスが怖え、目つぶっちゃう。なんだろうこれ。そうですね、試合があります。なんだこれ、見えないパンツが。配信者ですよ。どうしよう、やばいなこれ。視力落ちてねえかこれ。暗いからじゃん。暗いからかも。うん、黒い。まあ大丈夫。ありがとう。あっ、マジで怖えな。なんだこれ。
てくるわ。はい。てるちゃんぴんさん、こんばんは。ちょっと待ってくださいね。てるちゃんぴんが止まれって言ってる。ちょっとここ遠いとこなんで行かれないです。ここちょっと遠いとこです。すいません、車で遠くまで来ました。今トレーニング中なんで、ちょっと遠くまで来てます。車で遠くまで来てるんで、多分キャスバー行かれないと思います。じゃあ煽ったら通報しといてください。お酒と
薬を同時に飲むのは違法行為なんで、それを配信しちゃうと、いけないので、じゃあ運営さんに、誹謗中傷で、そういうことで通報しといてください。お願いします。今7分ぐらい走ってます。お疲れ様です、坂やん。お疲れ。汗があんまり出ない。頭クラクラする。あ、ひろくん、まこつ。
なんか全体的にパワーがない感じがする。力が入らないっていうか。こうやネタばっかりになっちゃう。嘘。またこうやなんか言ってんのか。テレジャンピ頑張れって言ってないね。うん。青山が切れちゃいそう。なんで？え、何が、何？いや、呼び出してるってなんだよ。俺トレーニング中なんだけど。来ればいい。来ればいいじゃん。呼び出されるなんで呼び出されなきゃいけないのね。荒野が何？もう相手に呼び出される立場じゃないんだけど。うん。いい身分だな。汗やっと出てきた、うん、まあ今日涼しいからね、毛穴が閉まってた、うん、トイレ行ってこいね。もう何本か走ろう、和道さん今トイレに行きました。ちょっと待っててください。みたんはどつ、あまり目に余るようだったら皆さん誹謗中傷で、通報しといてください。お願いします。どうした？
ん？テルちゃんピン家にいんじゃん。こうやくいないじゃん、一緒に。どういうこと？テルちゃんピン家にいんじゃん。よくわかんねえな。ね、今家にいるなんで。だよね、合ってるよね。よくわかんないよね。別に被害被ってなくない？レイジャンピン。ああ、そういう感じか。それで青山が消えてんだ。のんちゃん、俺さっき何分ぐらい走ってた？頭クラクラすんな。何分ぐらい走ってた？5分ぐらい、7分ぐらい。7分ぐらい、うん、5分測ってくれる？うん、5分ぐらいでいいかな。5分の何本か走る感じでいいかな。頑張るよ。どう思う？5分を何本も走る感じでいいと思う？今のペースで。それとも20分ぐらい走った方がいいのかな。誰か分かる人いる？そういうの。スタミナつける走り方。分かる、分かんないか、誰も。どうしよう。5分走って休憩、5分走って休憩で行くか。OK、それで。スタミナつくよね、多分。じゃあ走ってくるわ。お願いします。6、5、4、3、2、1、スタート。12秒。
3分20秒。残り1分15秒。やっぱ汗出ない。しんどいね。うん。座ってる？
苦しい、辛い、もうやめて。走るのが一番きついよね。もう全部きつい。減量も殴られるのも、コメントで叩かれるのも、走るのも全部きつい。もうやめたい。辛いよ。辛い。苦しい。花火ありがとう。レクチ何がいい？ダッシュとシャドウとボディどれがいい？ありがとう、レクシー。どれがいい？ありがとう、レクシー。ダッシュ。ダッシュ。のんちゃん、よいどんしてくれる？はい。出すか。映るかな？位置についてー、よーい、スタート。すごい、100メートルぐらいあったね。100メートルぐらい距離取った。レクシーありがとう。
映ってた。ありがとう、花火。100メートルあった。嘘。ちょっと休憩しよう。でも体は軽い。体は間違いなく軽い。もう帰りたい？飽きてきた。飽きてきた。明日、巻かなきゃいけない除草剤を、明日除草剤を巻かない。何時から？昼ぐらい。そっか。うん、偉いじゃん。梅雨前にね、草はもう取っとかないと。うん、もうあんたがちょっと帰るかさ。なんだろう、この頭のクラクラ。力が入んない、全然。なんかずーっとなんか、ヤニクラみたいな感じ。頭おかしくなってんのかな。殴られてる。え？殴られてる。本当に。じゃあずっとの、朝でも結構糖分取った方がいいよ、朝は。嘘、オレンジジュース一杯だけ、ね、ちょっと少ないかもね。うん、体重も何、体重計ある？家に測ってもいい？もしかしたらもう特に70キロ切ってるかもしんない。俺何キロくらいなんだろう。2週間でどんだけ落としてんだ。相当でも落ちてるよね。でも5キロぐらい。5キロぐらい。そんな感じする、うん、82キロだったんだよ。あ、どうも会長、こんばんは。82キロだったの。だから12キロ落とすんだけど、落とそうと思ってんだけど、頭が回んないし、さっきの歌ものんちゃんが歌ってると思ってた、俺。だから、目合わせたでしょ。体重計乗ってみよう。何キロ落ちてんのか全然わかんない。今何キロぐらいだと思う、みんな、俺。もしかしたら、やりすぎてんのかな。なんか、そんな気がしない？なんか、異常だもん、こんなに動けないの。走ってるのに、体動かしてるのに、どんどん体力削られてくんだもん。日に日に動けなくなってくんだもん。おかしいよね、これ。一回、のんちゃんちで、体重計乗ってみようか。
下手したらこれ70キロもういってんじゃないの。どう思う？ご飯は炭水化物を一切取ってなくて、オレンジジュース、プロテインに混ぜて飲んで、それだけ。ウィンさん、初見さんいらっしゃい。ドラゴンフィッシュブロー知ってるわ。実用的じゃないわ、あれ。急激に痩せたからね。だって、ほぼこけてないよ、俺、今。休める日は作ってますね。筋肉痛を、は、取れてからやってます。大丈夫です、そこは。そうじゃなくて、スタミナがどんどん奪われてるんですよ。やべえな、なんだこれ。そのタンパク質を燃やす糖分が足りない。タンパク質はめちゃめちゃ取ってるよ、うんうんうん、見た感じ体重何キロくらいだと思う、みんな。俺どう思う？75あるかな、うん、ある見た感じ。結構足がね、まだ太い。足はもともと太いんだよな、俺、うん、筋肉になってるからさ、そんなにさ軽くなるっていうか。78ぐらいあるかな。筋肉がなってるから重いんだよね。ああ。でも、測んないダメだね。もう、パンチは怖くなってるし、ぐだぐだだよ、ほんとに。大丈夫かな？ゆかねいらっしゃい。75はでももうちょっと細いかな。俺の予想を73キロ。ちょ、行ってみようか。今日の放送これで終わりにします。皆さんありがとう。ちょっと、体重計乗ってみます。あとでツイッターで報告するわ。みんなありがとう。じゃあみんなお疲れ様。ありがとうございます。脂肪はね、今こんな感じ、お腹は。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。